ベニュー。はい、こんにちは。はい、おはこんばんにちは、ケビンです。はい、今日なんですけど、石川世代の日本代表を決めてみたパフ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 。前回、ちょっと前に、春高ベスト7っていうのをやったじゃないですか。やったな。で、そういう感じで今回もやっていきたいんですけど、この石川世代をなんでやろうかって思ったかというと、うん、僕らがちょうど石川祐希と同級生なんですよね。そうですよ。1995年。そうです。はい、同じ同級生だから、その中で最強のメンバーを僕らが独断と偏見で決めていこうじゃないかっていうことですね。なるほど。ああね。じゃあちなみにどういう感じになるの？今のレベルで決めるってこと？今現時点のレベル、はい、当時のレベルじゃないで、no, no, no. 今のレベルとね。オッケーオッケー。それやったら俺ら入っちゃう可能性全然あるんじゃない？そうね。そういうことね。あ、だけど引退しとっても全然いいけど、うん、今のレベルを加味して入れるっていうことですね。オッケー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 。そういうルールでじゃあやっていきます。じゃあ一人ずつ決めていきますか。はい。まずどっから決めていく？まあ生まれそうなとこ。セッター？セッター。あ、セッターね。これはもうみんな、ああ、まあそうね。満場一致なんじゃない？うん。じゃあもうここはね。うん。行くよ。で、せーので、うん、言う？はい。せーの。大谷選手。あい？大谷選手。あい？パモーパタンジャイナ、パモーパナーナ。大谷って言ったね。うん。俺も大谷選手。俺。大谷選手。じゃあ大谷選手にしようか。カモーメメラメメラメラーナ。なんか自意識過剰みたいな今思った、はい、ボケやん、はいはい、大丈夫大丈夫、みんなボケって分かっとる。でもさすがに分かっとる。そこまで思ってない思ってない。もうレベルありすぎる、差がね、ありすぎてボケって。そういうのをやめて。普通に傷つく。とりあえず今サントリーサンバーズで活躍してる大谷選手が、はい、まあ現時点で考えたら確実に入るでしょう、はい、うん、うまいね大谷選手本当に、うん、最近赤ちゃん生まれた、おめでとうベイビー。お、そうなんです。おめでとう、おめでとう。いいね。その体格決めていきます。あ、体格から行こうか。オポ誰やろな。オポジット。え、もうみんな満場一致おる？いや、まだ まだよね。まだオポ誰がおるかな。はい、僕決まりました。オッケー、いける、うん、せーの、小田原。あ、何つった？小田子。小田子、お前パモーパタンジャイナ、パモーパナーナ。大竹。俺、小木原。あー、割れましたね。これは割れましたね。お前は絶対ない。なんで？割れてね。一世より点数取れるかもしれん。取れんか。一世か。大竹一世。俺、小木ちゃん。ああ。小木原選手って多分知っとる人少ないかもしれんけど、うん、92世の横川電機っていうチームにいるんですけど、化け物の攻撃がいるんですよ。うわあ、そうか。本当に最強の人選べたら、まあ、一世になるんじゃない？一世か。まあ、まあ、なんだかんだね。一世でしょ。大竹一世選手です。はい、じゃあ今こういう感じで、はい、セッターとオポジットが決まりましたね。はい、決まりました。じゃあ次はアウトサイド。アウトサイドいきますか。アウトサイドね。じゃあ一人目のアウトサイド、うん、2人いるんでね。とりあえず1人目、うん、1人目はもうまあじゃあ3人とも持ったやつにする。うん、うん、せーの、石川。オッケー。まあここはね、もう石川選手ですよ。石川世代で変えてますからね。これで石川がハイラインやったらもうなんやねんこのタイトルって話になってきますから。わけわからんやろ。どんなボケやねんってなるけど。よし、じゃあ逆、体格を決めますか。うわ、むずいな。むずいな。うん。いっぱいおるやん。そうね、石川。誰がおるかに。普通ね、もう高校以上になるとその世代だけで代表ってないんよね。ないないね。現にユースの時は、久原さんが早生まれやけ、久原さんがこの大学に入ったやつ。ああ、入ってたね。いや、難しいね、あと一人のサイド、ね、うん。え、これ、戦う相手はもうあれ、世界。まあ、日本代表みたいな感じ。まあまあまあ、そうね。このだけ、この石川世代の、1995年世代の世界と戦うっていう想定。と、うん、いうことね。うん。俺はいいよ。うん。オッケー、俺も。うん。いきます。せーの。松崎。
お前なんで米沢っつった俺米沢俺今マサトって言ったんやけど吉野、ね、マサトああだけどいや俺マサトが米沢やったよあそうなんやでなんでかっつったら石川の反対やけレシーブ絶対できた方がいいそうなんやでマサトって今あの横川電機であの吉野マサトっているんですけど急に戦やってるんですけど、うん、彼は身長190ぐらいあるんですよ、うん、でもちろんスパイク高さもあってレシーブできる、うん、っていう選手やけ、うん、で今古田が言ったように米沢、うん、米沢っていうのはあの僕らの同級生で海地の選手ですね、はい、で175ぐらいであのスパイクがバケモンみたいに強くて、うん、レシーブもバケモンみたいな、うん、今9人制のね富士通ってところにいるんですけど、うん、やばいねやばいねいや俺米沢も考えたよ米沢かそのマサトやったよえお前だな戸崎ねあ戸崎だな、うん、いやそうだけど戸崎系は戸崎どっちかというとスパイカーやん、うん、俺の中でやっぱ石川が点数取る系もうちょいやっぱレシーブできるしょ戸崎レシーブできますよいやそうやけど、うん、そのじゃあ石川よりできるかってなったら石川の方が多分上手いと思う石川上手いけどでも俺的にはもう一人アウトサイドで体格変えるんやったら石川よりレシーブ上手くないとダメと思う、うん、そう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 俺はね、うん、俺もその意見戸崎ももちろんバケモンやけどね、うん、戸崎すごいよそういや分かるよすごいんやけど、うん、でもレセプションとかで考えたら俺やっぱ米沢やわあ俺も全然米沢賛成やなでも俺世界と戦うよね世界いや俺世界の米沢見てみたいもんいや決めると思うよ全然決める決める全然決めるよまああとはそのバケモンやけスパイクあいつバケモンやな俺も知ってるあとは不安要素で言うんやったら今9人制で9人制の時スパイク打ってなかったよねああ、だからレシーブショットだけ今どれぐらいスパイク打てるかとかちょっとわからんっていうのは確かにあるそうやね今のがあるけどねそうそうそう今の実力今っていうのがあるレシーブってマジ大事やけど大事やと思うマジそれはわかる、うん、お前的に米沢なしないんやいや米沢のスパイク能力高く評価してるレシーブ能力も、うん、だけど今知らんけ知らん怖い怖いまあそうやねデータがないっていう意味では確かにそうかもしれん、うんコメント欄で、今米沢選手レシーブしかしてませんよ。ワンちゃんも引退してますよ。あのまあその2人がそんだけゴリ押すならじゃない米沢選手でいいですよ。まあどっちもいや戦略によりけりいっぱい。うん、ああそう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 。レシーブ固めたいなら米沢やし攻撃特化でいくんやったら、うん、俺はマサトかな。まあ俺マサトでも別にいいけど。じゃあマサトにしようか。マサトですか。俺ら知っとけ。よし。よし。あよ。やっぱマサトよね。いやマサトマジ強いけ。バケモンやけ。マサトポテンシャルマジ高いし、トスとかにもめっちゃ合わせれるけね。うめえ。レシーブもできる。はいこういう感じで、はい、石川選手の体格は吉野選手。ちなみに吉野選手も。高校生とかはユースに入っとって、うん、一緒にプレーしてますよね。世代のサイドはこの2人、うん、ちなみにそうあの JOC とかはそうこの JOC JVA カップで一番あのもらったらすごい賞があるけどこれをね吉野選手は取ってますからねそうですよ、うん、これおもろいね面白いおもろいねこれ自分らの代だけやけどね、うん、そうじゃああとミドル2人とリベロはいじゃあ決めていきますかミドルいくかミドルミドルじゃあここ1人目はい1人目はもう、うんせーの大志小野寺大志はいこれ文句ないでしょう文句ないでしょ大志ですここがはいはいでここはい二人目俺ももうあるわある待て待て誰がおるっけだー俺もおるわはい決まったはいいい、うん、せーの小野ちゃん、はい、ああもうそこもね、はい、うわミドルはもうがっつり満場一致かうんまあ、まさきがセッターやしなそう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 ホットラインやこの小野寺この台で今作るってなんだもん、ここ硬いんじゃない？ああ、硬いと思う。ってことはもうここ誰が入るか。うん。まあ、リベロ。うん。リベロ。はい。最後。一人。みんないいっすか？はいよ。もう決まった？うん。いきます。自分なんだよもんね。うん、自分なんだよ。せーの。オレーパマオパタンジャイナパマオパナナ。みんな最後ボケた。え、なんてさ。ボダコ。オレー。オレー。じゃあ俺やろいやいや川口選手じゃない違う俺そのプレー見てないもん全然あそう、ね、俺は見るよねたまに海外 のドイツのやつも見よったしそしたら自分よりうまいうまいようまいよりもうまいお前より、うん、うめえよでもここは、うん、期待も込めてやっぱ小田子をいい期待込めるこっちじゃないやじゃあ、おだこにしようや。もうここじゃあ、ビークイックから、あのね、押すという意味で、うん、おだこで決めよう。期待を込めて。うん。リベロおだこで決まりました。しゃー
やまあなんとかやってくれそうな感じですけど、うん、あとまあ別になんならこいつがジャンプサーブ世界の受けてボコボコにされるのを見てみたいそのもうどんどんメンタル崩壊して性格悪っはいじゃあこういう感じで、石川世代、はい、最強の7人をこういう感じで選びましたよー、はい、いやいいチームやね、まあ、すごいいいチームですね、まあ、補欠には俺らは、まあ、入ってる、まあ、そ補欠にはね、はい、大丈夫メンバーで本当は14人おるけんさ、うんうん、そこには入ってる、うん、かわいそう、まあ、なんなら俺らさあの玉ひろとかやるしね全然そのモップとかもやるしね全然入れてもろて、うん、雑用しとけお前ら俺は日本代表で活躍しよるけんこいつ俺らの推薦で入れたのに偉そうやお前らめっちゃ権力強えやんめっちゃ偉そうもう俺は入っとうけんなんかしんけどいやーすごいメンバーやねいやいいメンバーよ、うん、いいねこんなんで割りしてみたいね、うん、小野ちゃんがだけすごいよねうん、後伸びというかあそうやね今まで世代の代表じゃなかったよねずっと入ってないよ、ね、なんなら大学生の時も入ってないけど、うんうん、それ以外はさまあ小田子は論外やけどあそれ以外は大体世代の代表にずっと入ってきてるようなねそうやね本当やねそれに言ったら小田子だけ俺何も入ってないでカーン言っておけねそう YouTube をすることによってここに名乗りを上げてきておけねまあ知名度注目度でねそうそうそうビジネスですからいいねいいねそうやねビジネスだけねお前あの試合出た時のあの下のテロップのところに10万人 YouTuber 小田子つってお前だけ小田子って誰面白いよなまあそういう感じでね、はい、決まりましたねはい、はい、僕らのもう最強の7人です、はい、いや世界で戦えるんじゃない、うん、マジでいると思う、うん、まあだけど僕らの世代ね詳しい人はいると思うんで、うん、まあこういう人がいいんじゃないっていうのはねコメント欄で、うん、まあ各々ねあると思うんで教えてください、はい、僕らが勝手に選んだのはこういう感じになったんでねはい、はい、じゃあ今日はこういう感じで締めたいと思います、はい、じゃあ動画がね面白かったら高評価コメントもよろしくお願いしますそして、はいまあねこれ以外にもあの B 級バレーボールクラブっていう、うん、あのチャンネルだったり、はいまあ、このエルサルーでねあの服とかのね販売してるんで、それも気になる方、概要欄からチェックお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は終了します。はい、せーの、ビジュー。